ございますですね。でも残念ながらパンの残りは持っていないのですよ。おや、あなたは？お暇でございましたらお話ししませんか？ありがとうございます。はじめましてですね。この公園ではあまりお見かけしませんね。お散歩でございますですか？ロッケでございますですか？ロケーションの略でございますか？あー、ライラさんは公演中なのですよ。ライラさんですか？ライラさんはライラさんと言いまして、生まれはアラブのドバイなのでございますです。公園で知らない人とおしゃべりするのが好きでございますね。近所の皆さんやお年寄りの方とたくさんおしゃべりして仲良くなったり、少年少女とお話しするのが好きなのでございますよ。そうでございますです。お話しするといろいろたくさんもらえますから、とても良いのでございますね。いろいろというのはですね、飴ですとかパンですとかみかんですとか、それからもっともっと幸せでございますですね。ライラさんは皆さんとおしゃべりして幸せを分けてもらっているのでございますです。ですから私も分けてあげたいと思っているのですね。おー、本当でございますか？それはすごい。そんなお仕事があるなんて。でもライラさんは日本人ではないですし、16歳ですし、そのお仕事はライラさんでも大丈夫なのでございますか？あとお給料もいただけますでしょうか？それはライラさんにとってすごく幸せなお話ですね。もっとお話聞かせていただきたいでございます。そのお仕事は何というのでございますか？ですか？アイドル、なんだかワクワクしてきたように思いますです。